ちは、ピエール・キーギスタンのレオレオオレオです。こんにちは、レオレオオレオです。5周年記念セットお待たせしていて申し訳ありません。今やったらラストスパートかな、入らせていただいてますので、お待ちいただいている方もう少しだけ、すみません、お待ちください。で、今回も可愛い苗の紹介、少しだけなんですけどさせていただこうかなと思います。こちらレッドコーン、早速レッドコーン、こんな感じのエッジの赤くなる子でしょうね。レッドコーンです。かわいい、はい。ポールシャイです。ポールシャイは、この葉っぱがね、ちょっとこうカーブが弱いっていうか、なんで逆にかわいいんですよね。このこういう平らな感じがして結構かわいいなと思います。こんなの子ですね。エッジがピンクになってます。黒バラ、かっこいい子ですね。この辺が、パパがよく言う汚い子ですね。こういう黒くて かっこいいので、どんどんこういう感じになってほしいですよね。結構葉っぱも肉厚でかわいい、かっこいい子ですね。なんて読むのかな、白水晶、白水晶。私ちょっと初めましてな子なんですけど、透明感のある可愛い苗です。白水晶かな、こんな感じ。ちょっと白って入ってるんで、白って入ってるし水晶だから、まあ、透明感のある子なんでしょうね。可愛いです。どんな感じに紅葉するのかな、楽しみです。初めて見たので、じゃーん、ジリアンです。ジリアンも確か黄色く赤くなる子だったかな。黄色、なんかオレンジっぽい赤みたいな感じになったような気がします。ジリアンは粉がない葉っぱツルツル系の子で、こうちょっと光に当てるとわかりますかね、そこかちょっと太陽が入る、こうキラ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 系、この葉っぱキラキラ系で可愛いです。フリーリンジュ、私とても初めましてなんですけど、エッジの可愛い子ですね。エッジがある、でちょっと葉数の多いタイプの可愛い。じゃーん、紅葉したらこのエッジが綺麗になるでしょうね。ちょっと楽しみです。初めましてです。次が A ピンク。 A ピンク可愛いですよね。この粉で爪がちょんちょんちょんってあるんです。かわいい、かわいい。紅葉したらめちゃめちゃかわいくなると思います。葉数が多くて結構葉差しできそうな感じがするので、もし入ってた方はぜひやってみてください。スターマーク、スターマークももうめちゃかわいい子です。粉の子で、この子は黄色っぽくなって、綺麗な黄色っぽくなって、で葉先がこうピンクに紅葉する、めっちゃ紅葉めちゃめちゃ可愛い。リエールのハウスにあったスターマークも本当に可愛くて、あんなスターマークを私も欲しいと思ったので、ぜひ皆さんもスターマーク入ってたらやってみてください。めっちゃ紅葉したらもうめっちゃめちゃ可愛いです。ムチムチで、ぜひぜひ。次はかっこいい子、モンタニア、かっこいいです。葉が、この葉先のかっこいい感じたまらないですよね。じゃーん、ぜひぜひ、かっこいいエボニー系で、葉先がエッジの方までちゃんとしっかりありますね。かっこいいです。かっこいい子の次はかわいい子、パンジー。パンジーね、爽やかですね。今パンジーも紅葉したらもうめちゃめちゃ、もう皆さん説明いらないですよね。めちゃめちゃ可愛いので、で葉差し率も優秀で、まあ、葉差しすると結構な確率で石化になるんですけど、石化になった子もまた葉差ししてたら、あの担当の子も出てきたりするので、ぜひぜひやってみてください。めっちゃ可愛い爽やかなパンジー。次マルセル、マルセルめっちゃ可愛いですよね。マルセルも
昔めっちゃ欲しかったんですけど、高くて高っかと思って買えなくて、その憧れ、実は憧れだったマルセル、ギュムギュム系ですね。この爪もちゃんとあって可愛いんです。めちゃめちゃ可愛いマルセル、ぜひぜひ。で次がアメージンググレイス、ね、可愛いですよね。アメグレ紅葉するともう本当に本当に本当にめっちゃ可愛いので、ぜひぜひ皆さん可愛く育ててあげてください。もっと可愛く、もっともっと可愛くなります。で次がマディバ、マディバかっこいい。2頭の子持ってきました。マディバ1頭の子とか2頭の子とかいろいろなんですけど、どの子も可愛いので、じゃん、可愛いです。めっちゃめちゃセミが鳴いてるちょっとすいません、夏ってことで。よし、よいしょ、かわいい。この葉っぱのうねりがね、ギューって、めちゃめちゃうねらせたい人はお水を厳しめで、でそうじゃない大きくしたいんだって方はお水多めで育ててみてもらうといいかなと思います。じゃあ次ブラックサバス、かっこいいです、かっこいいです。もうすでにかっこいいブラックサバス、皆さんもぜひ大きくしてかっこいいパパのブラックサバスみたいな感じで作ってください。かわいい、かわいい、かっこいいのがかわいい、ぜひぜひ。はい、じゃあラストは下山コロラータ、いい、かっこいいよ。ちょっと大きいので1個は置いときます。じゃーん、かっこいいです。アップにしよう、ちょっといい感じに、ちょっと太陽があれなんですけど、こんな感じ、かっこいい、履かずもいっぱい、かっこいい子です。でかなえ、苗の紹介、今回ちょっと品種少なめでこれだけなんですけど、目についたかわいい子を持ってきました。で何が入るかまだの方楽しみにしてください。で今頑張って発送していってますので、ラストスポート頑張ります。すいません、長くお待たせしてしまって、ちゃんと皆さんに可愛い苗をお届けできるように頑張りますので、もう少しだけお待ちください。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。